はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加代まりのです。今日はですね、ベーシックインカムどうなるということで、ベーシックインカムをね、取り上げていきたいと思います。世界的なコロナウイルスの影響で、政府がですね、日本国民全員にですね、10万円の特別定額給付金っていうのかな、を、配ったのは記憶に新しいと思います。で、第2弾ね、どうなんだとか、そういった、議論とかもね、あるわけなんですが、この10万円の給付というのはですね、実は日本始まって以来ですね、国が国民にお金を配るというのは、これがですね、ある意味初めてなのかなという気がします。過去に麻生さんがね、やったりしましたけれども、これは結構条件がついていたりとかしたので、無条件にですね、国民全員にお金を均等に配るというのは、今回初めての試みだったと思います。で、これを受けて、そういうことはもう国はできるんだなというですね、議論が結構高まってきていて、具体的には竹中平蔵さんが毎月7万円の給付金を配る、ベーシックインカムをやったらどうなのかということを提言していると。で、ベーシックインカムというのは最近になってよく、される議論であって、私もですね、非常に興味深くて、過去にもね、一度ベーシックインカムについて動画を上げています。で、それもぜひね、見てほしいんですが、今日はですね、それとはまた別に、もう少し具体的な話、ベーシックインカムの話をさせてほしいんですが、このベーシックインカムをやるとなると、どうしてもですね、財源はどうするのという話がまず一つ必ず出てきます。で、この財源をどうするかという議論をね、するにあたって、全てのですね、社会保障を廃止するということを前提に考えるとですね、例えば生活保護とか失業手当とか、こういうのを廃止すればですね、新たに確保しなくても、今あるものだけで 4.6 万円は全員に配れるという、毎月ね 4.6 万円を全員に配れるというですね、試算を、経済評論家の山崎はじめさんというのかな、山崎はじめさんが、発表提言しています。で、それはすごい私はね、今新たに例えばね、増税とかそういうですね、国民負担を強いらなくても、こういった生活保護とかを廃止することによってですね、毎月 4.6 万円を全員に配ることができるっていうのは結構すごいなというふうに思いました。逆に当然ね、10万円給付があって、その後第2弾やろうよって話があったんですが、もうそうしたらね、いっぱいいっぱいなんですよ、日本政府も2回目は。なんですけど、毎月やっぱりこうやってやっていこうよってなった場合に、財源を確保する、資産、生活保護とか廃止すればですね、4.6 万円は何もしなくても捻出できるというのが分かってきているので、これはね、ぜひね、進めたらいいんじゃないかなというふうにね、強く私は思っています。で、その生活保護っていうのは、今ですね、毎月大体10万円から13万円ぐらいもらえるみたいなんですけれども、これはですね、実際に受けることにいろんな制約があると思うんですよ。例えばですね、生活保護をもらってるというふうになると、皆さんですね、後ろめたさを感じる人ももちろんいて、それからですね、当然プライドがあったりとか、あと資産の制約がありますよね。車持っちゃいけない、家持っちゃいけないとか。で、そういった制約もある生活保護って非常に私は不便だと思うんですよ。で、中にはですね、本当に困っている方に行き届けばいいんですが、そうじゃない人も当然いるわけですね。で、生活保護をもらって生活をしている人がですね、毎月ね、ケースワーカーが来て、どうですか、お仕事今見つかりそうですかって、そういった面接みたいなのを受けてるみたいなんですが、結局ですね、仕事が見つかってしまうと生活保護がもらえないと、働くと生活保護がもらえなくなってしまうということで、働かないという選択肢を取る人が多いんです。で、もう仕事をね、探してるふりだけして生活保護をもらい続けると。で、これはやっぱりですね、本当に生活に困っている人にだけに行くんだったらいいんですが、そうじゃない人にとってはですね、この社会の環境っていうのは、私やっぱり良くないと思いますし、当然納税している立場の身からしたらですね、こういうのはやっぱり平等じゃないと私は思っています。で、フィンランドなんかではベーシックインカムのね、実験が行われました。で、ちょっとね、財政的な問題で中止になったんですけれども、ベーシックインカムを受けていた人を対象にね、調査したところ、やはり幸福度が上がったという回答があったんですね。これは社会実験もやっぱり世界で行われているので、ぜひですね、日本でもどんどんですね、こういった新しい試みというのをね、挑戦してほしいなと思っています。特にね、生活保護を廃止するというのは、私はこれも本当大賛成で、ぜひね、やってほしいと。これは生活保護を受けてる人も大変だと思うんですよ。働くと生活保護もらえないから働かないということだったりとか、あと資産の制約もあるので、こういうのなしにですね、国民全員に所得関係なくですね、本当にお金に困っている人も、それからお金をめちゃめちゃ持っている人にも、これは一律4万6,000円、給付することが今ね、なおこう財源をね、新しく作らなくてもできるわけですから、これをね、ぜひね、進めてほしいなというふうに私は思っております。ね、ベーシックインカムを導入することによるデメリットですね、こういう心配、懸念があるんじゃないかと言われている一つとしては、例えばですね、毎月 4.6 万円もらえるんだから、その分ですね、給料を下げるとか、そういうね、なんか企業とかもしかして出てくるんじゃないかと。46,000円もらってるんだからいいじゃんみたいな、そのベーシックインカム、国からの46,000円をなんだかわからないと給料と同じように考えられるとか、そういったちょっと懸念も上がってはいるんですが、これはもちろん最賃の問題もありますし、法律でね、どんどんこういったこのベーシックインカムに関してはしっかり保護してね、守ることができることは可能だと思いますので、これは法律で当然皆さんの国民の権利を守ること、これはできると思います。で、あとは、やっぱりね、そうですね、やっぱいいこと、メリットしかないと思うんですよね。だから当然、生活保護廃止されて困るって人いるのはもちろんわかるんですが、やっぱり、ね、働くと生活保護もらえないから働かないっていう人とかね、不正受給の多さとかを考えると、これは全員がお金をもらえるということが私は一番いいのかなと思います。で、もともとね、昔は皆さんが農業をやってね、農作をやって、そして工業と発展し、そして今やですね、AIというふうにね、人工知能というのが誕生してきた、こんな時代にですね、人間が、ずっと働き続けるというのには、私はすごい違和感があるわけなんですね。そうじゃなくて、もちろん AI とかね、そういったロボットとかが働く社会にこれからも同然になってくると。で、その中で、そこをなんていうかな、手助けするような仕事が増えてきて、働き方ってどんどん変わってくると思うんですね。で、ロボットとか AI が当然、社会の役に立って、そして、人間はやっぱりみんなで平等に、国からはこう 4.6 万円、ちょっと値段あれですけども、受けて、で、そういうなんていうのかな、平等、こういう平等はすごいあっていいんじゃないかなと思っています。当然ね、国民全員を平等にっていうことは当然できないですし、そういう私は思想の持ち主ではないんですが、こういうですね、だから納税者がバカを見ない、そして、当然生活保護の人も社会に役に立ってるような、そういった状況になってくるっていうのは、やっぱりこのね、競争社会においては非常にいいと私は思っておりますので、ぜひね、これを進めてほしいなと。高中平蔵さんが結構提言していて、経済評論家の山崎さんも試算を出すなどしてね、少しね、議論がちょっとだけですけど具体化してきているような、そういった気がしております。私は特に、ね、年金なんかもうめちゃめちゃ反対してますから、反対派なんですよ。もう絶対もらえないと思っていますし、本当に納めたくないタイプの人間考えを持っているので、このベーシックインカムというのが実現するとですね、すごくそれこそね、消費をものすごい刺激されると思いますので、私は本当にこのベーシックインカムがもっとね、広がるといいと思います。毎月ね、給料もらって、当然 4.6 万円でいい人はいいし、もっと頑張りたいっていう人はもっと頑張れるわけですよ。生活保護なんてもっと頑張ったらもらえなくなっちゃうわけですから、どう見ても平等じゃないといいますか、良くない制度だと思ってます。皆さんもね、ぜひ意見をね、聞かせていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということで皆さん、今日はね、ベーシックインカムの話、主に、ね、ほとんど私の感想ですけれども、ちょっとね、語らせていただきました。皆さんもぜひね、意見を聞かせてください。ということで今日は皆さん以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。